京王8 0 0 0系電車、京王8 0 0 0系電車、京王8 0 0 0系電車は、1992年、平成4年から1999年、平成11年にかけて244両、2009年、平成21年に、自己廃車代替で1両の合計245両が申請された、京王電鉄を専用の通勤系電車である。京王専用として、初めて、 VVVF インバータ制御を採用し、府中駅、北野駅付近で行われていた、高架化工事完了を機に計画された、ダイヤ改定による輸送力増強に備え、6000系、以来20年ぶりのフルモデルチェンジ車として登場した。1992年のグッドデザイン賞を受賞している。本校では、京王線上で東側を、新宿より西側を、 k 王8王子よりと表現する。編成単位で表記する必要がある場合は、新宿より先頭車の車両番号で代表し、8701編成のように、中間制御車付随車か前の重量編成は、構成される4両編成と6両編成を共に、示し、8701編成プラス8801編成のように表現する。K.O. では、 京王八王子よりを1号車として車両に号車番号を表示しているが、本校では各種文献に習って新宿よりを左側として編成表を表記し、文中例えば2両目と記述されている場合は新よりから2両目であることを示す。1989年平成元年からリフレッシング京王運動が展開される中、京王車内に 新型電車を期待する声が高まったこと、府中駅付近及び北の駅付近で約10年かけて行われていた高価化工事完了、大規模なダイヤ改定による輸送力増強が可能となり、相模原線特急計画なども加わって所要車両数が増加したことから、6 0 0 0系以来約20年ぶりのフルモデルチェンジ車として製造された。KO、で初めて、 VVVF インバータ制御を採用、曲面ガラスを採用した正面デザイン、KO ブルー、インディゴと KO レッド、チェリーレッドの二色体を採用するとともに、内装の色彩も見直されなど、ゼロベースからの設計が行われた。都営地下鉄新宿線乗り入れ車両とする場合に受ける、設計上の制約を避けるため、KO 線専用車とされたが、 京王新線への乗り入れを考慮した車体寸法が採用れている。1992年に輸送機械部門のグッドデザイン賞を受賞した。1999年までに休日の特急などでの分割運転を想定した4両プラス6両の10両編成14本と8両編成13本が製造された。製造途中での設計変更は少なく、生息目に行き先。 種別表示装置が途中から LED 式に変更、最終製造者の代謝変更などが行われている程度である。2009年、平成21年に一両が自己配車となり、同年に代替車が新造されている。重量編成は、新宿よりから4両プラス6両の編成構成で運用されてきたが、2007年に6両プラス4両に、 入れ替えた後中間戦闘車2011年に、付随車に、形式変更された。7000系に続いて、ステンレス車体、20メートル両開き四扉、窓間に、トブク袋窓2枚、1枚加工窓2枚を、車端部に、トブク袋窓と1枚加工窓各1枚を備える、基本配置が採用されたが、扉間の加工窓は2連のユニット窓構造とする、ことで、 窓面積を広げ、肩部分と大枠下部に丸みを持たせることで印象が異なるものとなった。8000系の設計にあたっては流線型を含む各種全面デザインが検討されたが、客室面積を犠牲にしないこと、全長を20メートルとすること、分割編成で使用されるために正面に貫通口を持つことなどの各制約から実写のデザインが決定された。 上側を4度30分、下側を11度40分で傾斜させるとともに、初代5000系のイメージを加えるため、R8000 の曲面ズマが採用されるなど、全面形状が複雑となったため、乗務員扉部分までの前頭部が普通構成とされ、アイボリーに塗装された。上下に丸みを持たせた側面まで回り込む3次元、構成の曲面ガラスが採用され、 左右と貫通後部で3分割されたが、柱を黒く処理することで一体感を持たせている。貫通口には、プラグ式ドアが設けられたが、軽微な改造で貫通ホロが取り付けられるよう考慮、されている。正側面用部には、イメージカラーである、K、KO レッドと KO ブルーの帯が巻かれ、側面膜板部にも、KO レッドの帯が巻かれた。腰部の帯は、運転台後部で、ブルーと、 レッドが上下入れ替わる構成とされた。k 応で初めて車外スピーカーが設置された。扉間に7人掛け、車端部に4人がかりのロングシートが配置された。k o 2 0ル4扉車の標準的な配置ながら、1人当たりの座席幅が7000系より1 0ト、mm、ル拡大された4 4 0ト、mm、ルとされた。内装色は模型を使った色合わせにより決定され、壁、 扉内面、扉カモイブに、大理石模様のアイボリー系、天井は白、床はチップ模様入りのベージュ系とされた。7000系から採用された、フットラインは幅 20mm のセピア系の線とされ、天井ラインフローファンと室口も同系色に、処理されている。座席は初めてバケット型が採用され、斜め格子柄の入った、ローズレッドとされた。 座り心地改善のための施策が行われ、従来車より固めのシートが採用された。各編成とも、新宿よりから2両目の新宿型に座席を設けずに、手すりが取り付けられた、車椅子スペースが設置された。車両の外反と内装の化粧板の間に、断熱塗料が塗布されているが、後年の調査で、整形樹脂内に、石綿、アスベストの含有が発覚している。 乗務員室は一体 LED 表示とされ、コンソールはグレー系に塗装された。速度計はデジタル、アナログ併用表示である。6000系、7000系と同様、ワンハンドルマスコンが採用された。乗務員の支援、行き先、種別表示、研修時の支援などを目的としたモニタ装置が設置され、運転台右側に行き先、種別設定装置、 運転台背面時霧扉上に、ガイダンス表示機が設けられた。トレインナビゲーション装置が設置できるようディスプレイ、設置準備工事が施された。1992年10月に製造された8807編成プラス8707編成以降は、TNS を設置し、既存車にも後に設置されている。ここでは、製造時の機器構成について述べる。 改造による機器の始め替えについては関連項目に記載した。定格 4500V4000A の GTO サイリスタを用いた VVVF インバータ制御が採用され、一つの種制御装置で電動車2両1ユニット8個の種電動機を制御する日立製作所以下日立製 VFGHR1820C が採用された。 低速制御機能が盛り込まれているが、時速 35km 以下では連続使用1分半の制限がある。6000系と A 新宿線上入車などと同様、加速度を切り替える高加速回路が設けられているが、使用されていない。4両単独で運転される場合、補助電源装置が故障すると、フィルタリアクトルのブロワーが作動せず、運転不能になるため、主制御装置から、 フロア電源を取ることができるよう切り替えスイッチが設けられている。主電動機は、出力 150kW のカゴ形参照、誘導電動機、東洋電気製造、以下、東洋製 TDK-6155A、または、日立製 HS-33534 の 01RB が採用された。駆動装置は、KO 従来車と同様、 WN 駆動方式が採用され、歯車比は85,14である。制動装置は、電気指令式が6000系、7000系に引き続いて採用された。8000系では、日本エアーブレーキ製ハードマイナス1となり、3ビットの信号線を用いた7段階の制動力が得られる。電動車2両と非電動車1両の3両、または電動車、 非電動車それぞれ2両の4両を1組として、回生ブレーキを優先する制御が採用され、回生ブレーキだけで必要制動力が得られない際は、まず非電動車の空制動を作動させ、ついで電動車の空気制動が作動する。空気バネ圧力を歪みゲージで検知する大オ火オ重機が装備され、空気バネ圧力は空調制御にも利用されている。ブレーキ不寛解が発生した場合、 その車両の車側等が点灯するとともに、ガイダンス表示器、各社のブレーキ制御器に表示される。7000形容と同一設計の車体直結式、空気バネ式、東急車両製造、以下、東急 CTS-823、A 動力台車、TS-824 付随台車が採用された。動力台車は交流モーターのための設計変更が行われたが、 直流モーターを搭載することもできる設計となっている。1999年製造の2編成は、東急製ボルスタレス式 TS-1017 動力台車、TS-1018 付随台車に変更された。TS-1017 と TS-1018 では片押し式のユニットブレーキが採用された。東洋製 PT-4201。 ブロイメット3板装備品が、デハ8000経前車と、各編成1両のデハ8050型に搭載された。4両6両編成では6000系後、扉車と同一の静止系インバータ、SIV、AC200V、出力1 3 9馬が、8両編成では、出力199馬の静止系インバータが、採用された。各編成ともデハ8050に1台が、 搭載されている。毎分と必要量2130リットルの HS-20D 型が、デハ8050系、サハ8550系全車と4両編成の空波8700型に搭載された。屋上集中式48.84キロワットの冷房装置が各車に1台搭載された。8000系は以下の形式で構成される。 各形式とも同一編成中で、下二桁は同番号、または同番号プラス50となっている。八行編成は下二桁が21から不満されている。ここでは、新生児の形式構成、両数を述べ、後年の改造については、各改造の項にまとめた。では、伝導者を、区は、制御者を、差は、不随者を、はは、普通座席者を指す略号であり、 形式名の前のカタカナ2文字はこれらを組み合わせたものである。主制御装置、パンタグラフを搭載する中間電動車である。パンタグラフは、KO8 王子よりに1機が搭載されている。編成1により、番号の100の位が異なっている。6両編成の2両目に8000番台、で、は8001で、は8014、4両目に8100番台。 デハ8101デハ8114、4両編成の2両目に8200番台、デハ8201デハ8214、8両編成の2両目、6両目に、それぞれ8000番台、デハ8021デハ8033、8100 80番台、デハ8121デハ8133に、付番された車両が組み込まれている。 1992年から1997年にかけて合計68両が製造された。デハ8000型とユニットを組み、電動空気圧縮機、補助電源装置を搭載する中間電動車である。100の位はユニットを組むデハ8000型と同一で、デハ8000系、同様1992年から1997年に68両が製造され、 6両編成の3両目に8000番台、デハ8051でハ8064 80。5両目に8100番台、デハ8151でハ8164。4両編成の3両目に8200番台、デハ8251でハ8264。8両編成の3両目、7両目に、それぞれ8000番台。 デハ8071デハ80838100番台デハ8171デハ8183の車両が組み込まれている6両編成の8000番台8両編成の8100番台以外には KO8 王,王子よりにパンタグラフ1機が搭載されている電動空気圧縮機がない付随車である8両編成の4両目に組み込まれ 1995年から1997年に、サハパス1521サハパス1533の13両が製造された。電動空気圧縮機付きの付随車である。8両編成の5両目に組み込まれ、1995年から1997年に、サハパス1571サハパス1583の13両、自己配車代替のため2009年に、 サハパス1564の合計14両が製造された。サハパス1564は10両編成の7両目に組み込まれた。新宿より制御者である。4両編成用は100の位が8とされ、電動空気圧縮機を搭載している。1992年から1994年に6両編成用。 区波8701区波8714と4両編成用、区波8801区波8814の28両、1995年から1997年に8両編成用、区波8721区波8733の13両、合計41両が製造された。KO8 王,王子より制御者で、区波 8700K。 同様、4両編成用は100の位が8とされている。1992年から1994年に6両編成用、区七8751区七8764と4両編成用、区八8851区八8864の28両、1995年から1997年に8両編成用。 区派8771区派8783の13両、合計41両が製造された。ここでは、製造時のバリエーションについてまとめ、後年の改造については別項にまとめた。最初に製造されたグループである、優等系列車に運用される想定で重量編成となったが、当時休日の特急が、高畑不動で、高尾山口方面と、 京王八王子方面に分割、併合されていたことから、新宿よりから4両プラス6両に分割できる編成構成となった。1992年3月から4月にかけて4両プラス6両の十両6編成が、春光、5月から順次営業を入り、同年5月28日のダイヤ改定から特急運用に投入された。同年10月から11月に4編成。 1994年に4編成の合計14編成140両が製造された。編成ごとに車両メーカーが揃えられており、日本車両製造以下、日車製と等級製でそれぞれ7編成ずつである。8807編成プラス8707編成以降は、客室間通じ切りとの窓が下方向に拡大された。 8811編成プラス8711編成以降は戦闘者のスカートが下方向に拡大され、8813編成プラス8713編成以降はスカートの塗装色がクリー色に変更されている。灰色のスカートで竣工した編成についても順次クリーム色に変更された。 8808編成プラス8708編成と1994年製造の40両は側面行き先、種別表示装置が LED 式に変更されている。1995年、平成7年以降は8両編成での製造に移行した。8両編成では番号が番号か2桁を21から不番し、 分割併合が考慮されなかったことから神経式左派パス1500系、左派パス1550型を含む8両眼編成となった。自動連解決装置が装備されなかったため、戦闘車スカートに同装置用の切り欠きがない。1999年にかけて13編成が製造され、6編成が着車製、7編成が等級製である。 8725編成以前の編成は正面、行き先、種別表示装置が膜式、側面が LED 式で製造されたが、8724編成と8725編成は営業入り前に、その他の編成は営業入り後に、正面も LED 式に交換された。8726編成以降は製造時から正側面とも、 LED 式である。8726編成以降は、車両間に転落防止外ホーが設置され、2001年までに既存車にも追加された。8723編成以降は、貫通時キリトのガラスが、従来の薄ブラウンから無色に変更されている。最終製造の8732編成と8733編成は、台車が軸量式。 ボルスタレス台車 TS1017、TS-1018 に変更された。製造後、各種の改造工事が行われている。デファ8125のパンタグラフが1998年に、東洋製 PT-7110、シングルアーム式に、2005年頃に残り全車のパンタグラフが同じく PT-7110 に、換装されている。 2001年から2003年にかけて、客室ドア上部に LED 式の旅客案内装置が設置された。2006年のダイヤ改定で特急の分割併合運用がなくなっていたが、2007年12月頃に重量編成の編成順位を新宿よりから4両プラス6両から6両プラス4両に変更している。2008年頃に、 生側面行き先表示装置のフルから LED 化が行われている。ATC 車上装置の設置工事が ATC 運用開始に先立つ2008年度前後に行われている。特徴的だった LED 表示の速度計は ATC 設置工事時に通常の機械式に変更された。ATC 設置工事と同時期に大型の座席袖仕切り設置。 座席部への手すり設置が行われている。2008年8月に8728編成が、高尾線内で発生した土砂崩れに巻き込まれて、先頭車の区七8728は、廃車となる。代替として、同年12月に区千8814も2代目、区七8728に改版して8728編成に組み込み、 区ハ8814の位置に、サハパス1564が、東急車両で製造されて組み込まれた。新区ハ8728の電動空気、圧縮機は撤去され、区ハ7811に転用された。サハパス1564の新宿側の貫通路は、塞がれているほか、ドアなどが従来車から変更されている。サハパス1564の 連結相手であるサハパス1514、旧区七8764には2012年3月に転落防止外ホ路が設置されている。2011年8月25日付で、重量編成の中間に入っていた区ハ8700型と区千8750型がそれぞれサハパス五5 5 0型とサハパス千5 0 0型に形式変更されている。 車両番号は書類上でのみ変更され、車体の表記は車体修理工事の際に順次変更されている。8733編成は2012年2月に LED 照明に交換している。2018年度までに京王線車両全車を LED 照明化する計画となっている。2012年から自動放送装置の取り付けが行われている。 2013年3月に GTO 阻止などの生産中止に伴う予備品確保と省エネルギー化のため8730編成の制御装置が交換されている。デファ8030デファ8080には、北地製、上長製の工場のため主電動機4台を1、軍として2軍を一括制御し、故障時は1軍を解放できるよう変更。主電動機は、 全密閉型となった。デファ8130デファ8180には、東芝製 a 久磁石同期電動機が採用され、東芝製 1C1M の制御装置が搭載された。1編成に2つの異なる制御機が搭載されているため、2ヶ月の改造期間の他、1ヶ月をかけて調整が行われた。2015年度には8729編成にも、 同様の改造が行われたが、編成内の機器を揃えるため8730編成と中間車を入れ替え、8729編成は東芝製、8730編成は日立製機器搭載となった。8721編成、8722編成にも同様の改造が行われたが、こちらは全車東芝製となり、 8722編成では、車体修理も同時に実施された。2013年から、車体修理工事が行われている。非常時における乗客の避難誘導を、円滑化、定員増に伴う乗客の満足度アップ、メンテナンス削減を目的として、前述にある重量編成の中間に組み込まれていた、元先頭車の運転台の撤去と貫通編成化が行われた。 運転台部分 490mm が切断され、シルバーメタリックに塗装された普通構成の切り妻の構え体が取りけられた。申請された構え体には妻窓がなく、隣接する戸袋クロは従来の車体のままとされたため、戸袋クロ窓がない。新設が舞いたい部分の側窓は固定式となった。新火災対策基準に適合するよう、 FRP 製だった冷房を吹き出し口をアルミ製に交換するなどの改造が行われている。車内では床が張り替えられ従来の線で床を区分する方式から茶色の濃淡床色を変えて区分する方式に改められた。シートの色がピンク系からグリーン系に変更されたほか、扉開閉表示等がドア部車内に新設された。側引き戸が交換され、 引き込み防止のため、内側のガラス面に周囲との段差がないものとなった。サハパス1550系、キ旧クハ8700系の新設がえいたい部分には、車椅子スペースと貫通扉が設けられた。最初に改造された8703編成では、補助電源装置と空気圧縮機が編成あたり3台から2台に変更され、補助電源装置は、 出力250馬の SVH-250 から 4073A が空気圧縮機は容量 1600L、ミンのスクリュー式 RWS20J が共に3両目、8050番台と9両目、8250番台に設置されたが、2014年度に改造された3編成は空気圧縮機の交換、集約は行われていない。 k 王8王子より先頭車は8750番台に改版されたほか、車椅子スペースの位置を変更するため、8100番台と8200番台のデハ8000系の番号が振り替えられている。しかし、8707編成以降に、車体修理工事が施行された編成は、全車に車椅子スペースを設置しているため、同様の番号振り替えは行われていない。 今後年間3編成に対して同様の工事を施行する予定とされている。上記の車体修理工事に際しては、車両メーカーからの設計図に基づき、断熱塗料に石綿が含有されていない認識で施行されていたが、その後の調査の結果、断熱塗料に石綿が含有していたことがわかり、結果的に石綿関係法令に基づいた処理を施すことなく、工事を行っていたことを、 2017年10月20日に、京王電鉄は公表、謝罪した。京王電鉄側は、1989年以降に、製造した車両の断熱塗料には、石綿が万有していない材料を用いて、製造していることを車両メーカーからの書面にて、確認していた。だが、2017年9月15日に、同社で運用されていた1992年製造の、 7000系を廃車処理前の検査においてを実施したところ、一部の車両の断熱塗料に石綿が貫有していたことが判明。そのため、当該車と同時期に製造した8000系のうち、過去に改造工事を実施した2両でも検査したところ、石綿が貫有していたことが、同年9月29日に判明した。後に、車両メーカーである総合車両製作所と日本車両製造が行った。 同形式の検査でも、石綿が万有していたことが、同年10月10日に判明している。2017年現在、原因は調査中とされている。工事及び廃棄処理を担当した全従業員に、対して、健康相談や健康診断などを、継続的に実施していくとしている。2015年、平成27年9月30日から慶応2000。 軽電車の車体色をベースとし、高尾山の自然をイメージしたラッピングを8713編成に施して運行している。車内での安全性向上のために、7000系7701編成、7705編成、5000系2台に次いで、2018年度に8710編成に防犯カメラが設置され、2019年度にも26両に、 設置される予定である。車内の LED 式案内表示器の左上に埋め込んで設置されている。重量編成は製造後特急運用を中心に運用され、休日の分割特急にも使用されたほか、分割特急以外の6両編成単独運用や4両編成を2本組み合わせた運用もあった。8両編成は当初相模原線特急などに運用されたが、 2001年のダイヤ改定で8両編成、10両編成とも列車種別を限定しない運用となり、8両編成は多形式と連結できないため各駅停車中心、10両編成は京王線の各駅停車から特急まで全線で幅広く運用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。